こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。即位礼正殿の儀に来日した李首相ですが、安倍総理と会談したかったそうですが、どうなったのでしょうか。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。イ・ナギョン首相が22日日本の東京で開かれた成人天皇の即位礼正殿の儀に政府代表として出席した。韓日関係工作局面で日本最大の国家的行事に李首相が出席することで韓日関係を発展させるという政府の意思を表明した。米国からはイレーン・チャオ交通部長官が出席した。これと比較して李首相が出席したのは、政府がそれだけ日本に誠意を示したものと解釈できる。ムン・ジェイン大統領はこれに先立ち、外交ルートを通じて成人天皇に即位を祝う趣旨の親書を送った。安倍晋三首相に送る親書とは別に天皇にも親書を送ったのだ。李首相はこの日の夕方、宮中の宴会で成人天皇に文大統領が天皇即位を祝う祝賀の親書を送ったと直接紹介した。さらに、令和の新しい時代に日本国民がより幸せになることを願っていると述べたと首相室の関係者が伝えた。李首相はこの日の午前8時30分、空軍1号機に乗って東京羽田空港に到着した。激しい風雨の中、李首相が1号機の階段を降りてくるとき、持っていた傘が裏返しになったりもした。日本の外務省の佐藤秀夫日本接見大使が李首相を迎えた。NHK は李首相が到着したことを伝え、文大統領からのメッセージを持ってきたとみられると大きく報じた。李首相はさらに燕尾服、西洋の礼服姿で午後1時、東京の宮殿皇居で行われた天皇即位式に南韓妃釈中日大使と共に出席した。李首相はチャールズ英国皇太子、王岐山中国副主席、アウン・サン・スー・チーミャンマー国家顧問など174カ国から来た400人余りの外国人祝賀使節たちと即位式を見守った。安倍首相も即位式に出席したが、内外丸ほど区域が分かれていて、李首相が安倍首相と個別には会わなかったと南大使が伝えた。李首相は即位式の後は東京新宿の新大久保の地下鉄駅に向かった。2001年に電車の線路に転落した日本人を救い死亡した義人、故李修賢氏を称えるためだ。当時、李氏の犠牲が両国に大きく報道された後、李さんは韓日友好の象徴的人物として位置づけられた。李首相は地下鉄駅の片隅に設けられた追悼碑に黙祷した後、韓日は長く見ると1500年の交流の歴史があり、金大中元大統領の言葉のように50年足らずの不幸な歴史のために1500年の友好協力の歴史が損なわれるのは愚かなこととし、韓日国境を考えて身を投げたのではなく、人間愛を見せてくれた李修賢義人を再び振り返ってみなければならないと話した。新大久保駅を出た李首相は近くの韓国人タウンを訪れ、在日同胞らが運営する商店を見て回った。李首相は夕方には皇居で成人天皇夫妻が開催した宮廷の宴会にも出席した。李首相は訪日2日目の23日、日本の政財界の要人たちと会合し、日本の市民たちと疎通を続けていく。外見は慶祝使節団代表だが、今回の訪日が韓日関係の改善に盲点がつけられているだけに、短く20分単位で動き、計8つの日程を消化する。重量感のある日本の政界関係者との会合も引き続き調整中だと伝えられた。首相室関係者は今回の訪日で強制徴用問題などの懸案を
具体的に議論するのは難しいとし、李首相と安倍首相、高位級で両国の未来志向的な方向に共感を形成すれば、これによって韓日関係が動く余地が生じると述べた。李首相もこの日、出国前にソウル空港で長峰康政駐韓日本大使と歓談し、今回の訪問で全てが解決されるとは期待していないが、一歩前進する契機になると思うと述べた。現在、両国の葛藤が一度で解決するのが難しい状況であることを示唆しながらも、韓日関係を転換する契機になるよう努力するという意思を表したものと解釈される。それでは、韓国国民の反応です。イナギョンさんは、韓国に戻ってこず、日本で暮らしてください。反日政策に罵声を浴びせたものである。私が、100年前のことで韓日利益を逃してはならないと言ったら、売国と呼ばわりされた。この戦いに勝者はないと言ったら、長老された。お前らが、いくら嫌でも、現実を悟り、今からでも、日本と手を組むのであれば、私は拍手を送りたい。デタラメ戦闘ショーを行ったことに対して恥を知れ。どうでしたか？今になって、やっぱりこちらにすり寄ってきましたね。どうしても仲良くしたいそうです。ですが、まず、その前にすることがあるのではないでしょうか？こちらとしては、何もメリットがないので、仲良くしてほしいのであれば、何かしらの条件が必要ですよね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。